え皆さん、本当に待ち望んだ判決が出ました袴田巌さん、最新無罪、静岡地裁です。検察が証拠の捏造を認めたということですよね。で、検察ってのはね、こういうことをするんですよ。っていうか、こういうことばっかりなんですよ。この国の権力を持つ者には、忖度して、デキレースするくせに、私たち、名もない国民には、 ありもしない罪を押し付けて、そして口封じまでするわけなんですよ。敵は内にありって言いますけども、まさにこういったところにあるんじゃないかなと思います。そして今回の袴田さんのこの無罪判決には、おそらく SNS の発達っていうのがね、大きな力になったんじゃないですか。で、そもそも、こういった事件っていうのは、昭和の20年代、30年代、山のように捏造されたはずです。ありもしない犯罪を、 つてて作り上げて、一般庶民を犯罪にたき込む、それが怖かったら、この罪を認めろみたいな感じで、そんな交換条件がね、数々行われていたんじゃないかなと思います。またそうやって権力を誇示することが、警察や検察、裁判所の意義であるかのように、私たち国民庶民は陥れられたと思うんですよ。で、この事件。 1966年、静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん、今もう88歳ですよ、今さら無罪、これ、担当した検察、警察、証拠を捏造した人、命を差し出してもね、足りないぐらいの、これ、罪だと思いますよ、でもそっちの方は罪に問われないんですよね、でも無罪の人が、ほぼ死刑囚としての人生を歩むしかなかった。 取り返しがつかないですよね、何の人生がこの袴田さんに残されてるのかなと思って、やっぱりね、怒りを覚えますね。で、無罪判決を言い渡したと、確定死刑囚の最新無罪は、島田事件以来35年ぶりで戦後5例目となる、ね、だから、最新にたどり着くのも難しい世の中で、最新されると無罪になるってことはね、最新を妨害する勢力もあったはずなんですよ。そして 罪もない人がね、何人も死刑囚として殺されていったっていうね、これがこの国の現状ですよ。このまんま、今回の判決、検察側が控訴しなければ、事件から58年を経て、墓田さんの無罪が確定するわけなんですけども、どうですかね、検察って、自分たちのメンツを守るために、人の人生を、ここまでね、蹂躙する、さらにここからね、 すするつもりなんですかね捜査機関による性交、証拠の捏造があるっていうふうにね。まあ、はっきり言って証拠の捏造ばかりやってます。事件を作り出して犯人を作り出して真犯人を逃してるわけなんですよ。3億円事件どうなったんですか、まあ、本当になんかね、なんとも言いようがない事件ですよね。1966年って私が生まれる前の事件ですよ。 それが、袴田さん、88歳でね、まだ生き,生きてらっしゃいますけども、これ、死ぬまでやろうと思ってたんですかね、担当者を変えながら。検察の方はいいですよ、どんどん担当者が変わって、新しい人、新しい人になるわけですから。でも、こうやって袴田さんなんてのは、自分の人生を入れ替わり、立ち替わりね、国家権力によって、蹂躙されて、 それでも抵抗する術がまだあったからいいですけども、ほとんどの方は、こんな裁判なんてできないですし、お金もないし、まあ、本当に絶望の末にね、やる気もなくなって諦めてしまうっていうのが、本当のことじゃないかなと思います。今、最新の、ね、発表が今日の14時あるということで、私も見ていたんですけども、なんか本当になんかやりきれない思いですね。 やっぱり、まあ、いろんなやり方を変えないといけないでしょうね、取り調べの可視化、撮影、公開、これは最低ですよ、まあ、相当ひどい取り調べとかね、脅しとか拷問みたいなことも行われてたわけですからね、この国家筋力によって、ひどい話だと思いますよ。さあ、それでは今回は以上です、皆さんもちょっとね、いろんなお考えがあると思います。